固体物理学における固体のバンド理論、または体理論とは、結晶などの固体物質中に分布する電子の、量子力学的なエネルギーレベルに関する理論を言う。1920年代後半に、フェリックス・ブロッホ、ルドルフ・パイエルス、レオン・ブリルアンらによって確立された。なお、値電子体の最高部と電動体の最低部との、エネルギー差を、バンドギャップと言い、 値電子体での電子が占める最高エネルギー順位をフェルミ順位という量子力学によると束縛状態の電子が取り得るエネルギー順位は特定の順位のみに限定され飛び飛びになる。しかし個体中の外角電子は隣接する原子の電子との相互作用によって電子の取り得るエネルギー順位の幅が広がって連続的になる。一方で 電子が取り得ないエネルギー順位も依然として存在し、バンドとバンドの間の空撃となる。これをエネルギーバンドギャップという。ブロッホの定理によると、結晶中の電子の波動関数は、波数と呼ばれる量子数によって指定される。このことがエネルギーと波数の関係式が原理的に書き下せることを保証している。金属および半導体。 絶縁体のバンド構造の簡単な模式図エネルギーバンドの特徴は絶縁体と金属の違いを説明することができる。絶縁体や半導体ではフェルミ順位は値電子体と電動体の間のギャップの中に存在するため自由電子が存在しない。一方、金属はエネルギーバンドの中にフェルミ順位が存在するためバンドギャップを超えることなく電子がエネルギーを得ることが できるすなわち、わずかなエネルギーで電子を動かすことができる。このような絶縁体、金属の分類の描像は20世紀の半ばには確立されていた。しかし単純なバンド理論では説明できない絶縁状態も存在し、競争感電子系と呼ばれる分野で研究されている。久保 p にありがとうございます。